デンジャルサイコーナキマト。そうだです、カオルもいますヤッホーぐらい言ってねヤッホーはーい、ということで今日はちょっといつもとね、ちょっと違った感じのテイストになってるんですけども、見てわかる通り今日は皆様にご報告をねさせていただければ。イエーイ、題して金のテリトリー売上報告会。イエーイ、いやーありがとうございます。つい1ヶ月前9月の9日ですね、店長の坂鬼として子供食堂だったり炊き出しで使わせていただいているこの店舗でお弁当屋さんをね新しく始めまして、その名前金のテリトリーっていうんですけども、1ヶ月やってみてどのくらい売れたのか、まあお店がどんな感じで営業してたのかっていうのをまあちょっと皆様にもね見ていただいて、もっとこうした方がいいんじゃないのとか、もうぜひね、僕たち飲食店初めてなのでバンバンコメントとかねアドバイス等をいただけたら嬉しく思います。はいはい、ありがとうございます。さあということで早速ね、僕の隣にいるお店の料理長おいしそうだくんね、とりあえずありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実際やってみてどうだった？やってみて、思いのほか暇ではあるなっていうイメージ。早速、売り上げのね発表させていただければと思います。よろしくお願いします。はい、金のテリトリーの9月売上は21万円でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ご来店いただいた皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。21万円21万円でしたね。俺15万円ぐらいかと思ってたいや本当にね、まあ、21万円ってねパッと聞くと結構大きい数字にちょっと見えがちなんですけど、まあ、ただこの1ヶ月13日ですね、まあでも13日と考えても1日2万円売れてないですね。1万6000円ぐらい約、はい、1日1万6000円約売れておりますということで、売上こそね多くはないとは思うんですけど、こうやってね僕たちを気にかけて来てくださった皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。客層的にはどうだった？客層はね、まあリスナーの方も来てくださってるし、やっぱ若い方っていうのは来ないなっていうイメージかな。確かに、もうリスナーさん5割の Facebook 5割みたいな感じで、そうだね1割ぐらいが近所の気になってくれた方っていうイメージ。ってなるとやっぱりまだこのお店知らないんだろうね。知ってないね。営業時間もさ、最初は11時から3時までのランチタイム、ここをね狙ってたんですよ。でなんでかっていうと、まあ、やっぱりお昼の時間ってね結構 Uber Eats 自体も需要がありますし、そういう中でね家にいる人でも、まあ、お昼の時間って割とタイミングが合えば買いに来てくれるのかなと思ってお昼中心に営業してたの。これ実際どうなんだろう。手応えはねないよねあんまりあんまないよね。価格帯とかも多分いろんなのもあるけど、まあ手応えはない。すごい思ったのが、お昼に買いに来てくれるその視聴者の方でも買いに来てくれる方が言ってるのが、これちょっと今日夜食べますっていうの。そう、お弁当買ってこれ今日夜まで持ちますかみたいな聞かれたり、夜に食べさせてもらいますねって言って買って帰るんですよ。そう、それを見てねこれ昼じゃないんじゃないかって思ったんですよ僕たち。そうだね。ってことでこの10月からはちょっと夜7時ぐらいまでちょっと夜の営業をね始めてみたいと思います。10月7日、だからまあ一応もう夜営業はね、そうだね、始まってて何回か。どう、夜営業始めるっつってから、手応え的なお客さんの層とかどう？いや感触はすごいいい。あるよね、ある、やっぱあるよね、めっちゃある、ということで、まあ、今のところ金土、まあ、日曜日はちょっと締めるの早いんですけど、夜営業始めてますんで、ぜひ夜も、ね、7時ぐらいまでやってますんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あと Uber Eats だよね。そうだね、Uber Eats でも実際やってみてどう？まあ思いのほか入らないんだけど、雨の日は強いのかなっていう。あ、間違いない。今日もすごい雨降ってるんですけど、今日も結構注文来て。そう、結構って言ってるのか分かんないけど、いや割と来てたよ今日。あ、そうだよね。あと自社配達、あの、直接電話かけてきて、ここまでデリバリーお願いできますかって、 Uber じゃないけど、まあ、直接的に電話が来て届けるみたいな、そういったサービスもやってて、やっぱ土日が強い、日曜日やったらめっちゃ良かった。良かった。
白の感触はいい。うん、これは日曜はちょっと続けたいと思います、うん、あと、ね、もう一個手応え感じたのが試食。お、これね、試食に結構手応えを感じてて、この胸肉、うちの看板商品というか目玉商品であって、ただ胸肉ってやっぱパサついてるイメージ、安いとかさ、あんま美味しくないような、うん、ももの方が好きだよっていう人とかいると思うんだけど、うん、この胸肉はやっぱちょっと違うじゃん。違うね。しっとりジューシーで間違いない。たださ、買う人ってそれ想像できないじゃん。うん、まず食べてもらおうということで、お店の外に特設ブースをね、うん、用意してこうお声掛けくださったら試食できますんでみたいな感じで看板出して、メニューとかも置いといたら、通る人がね足を止めてくれるのよ。その時は買わないけど、次の日来てくださったお客さんとか、その日に胸肉のそのおかずだけのやつを2つとか買ってくださる人とか結構いらっしゃった。試食いいね。そう、だからこれはもう継続的にやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。で、もう一個というか変えていきたいなと思ってるのが、うん、これですよね。やっぱりこれ最初はなかったんです。もともとお弁当屋さんっていうことでやってるんで、もうずっとお弁当をね売ってたんですけど、まあ、通りすがりの方から、視聴者の方、 Facebook から来てくれた方、いろんな方から、鳥だけってないのってすっごい聞かれたんで、そのどうしてかなと思ったら、やっぱり皆さん家庭を持ってたりとか、あとはその自炊してる人がやっぱほとんどだから、ご飯炊いてんの。炊いてる。そうそう、お弁当まではいらないんだよなっていう方がね、やっぱりこの辺にはやっぱ多いような印象だったんで、まあなんで思い切ってもうこの鶏だけっていうのをもう作っちゃいました。これ結構好評いただいてますよね。すごい好評で、お弁当より値段も安いし、お弁当より安いけど鶏だけだから、その分あの枚数もたくさん入っておかずになるし、トッピングのソースも無料でつきますんで、買って帰って食べたいんだよなっていう方は、ぜひおかずだけっていうのもね、今後広げていきたいなと思ってます、うん、10月は、ね、そういう感じでやっていきたいね、うん、じゃあちょっとカオルもね、ずっと一緒に働いてくれって言って、僕変わりますんで、カオルくんお願いします。じゃあカオルくんどうですか、1ヶ月やってみて。忙しかった？そんなに。でもそれこそ厨房はほとんどもう料理長とカオルの2人で回してるわけじゃん、うん、どうですかそこの連携的には。9月より全然、ね、そうだね、うまく回ってる、まあ、おー、ちょっとじゃあまとめましょうか。じゃあ10月変わるところって言ったら、やっぱりこの営業時間、金土日の夜もやるっていうこの営業時間と、おかずパック、これがすごいご好評いただいてるから、それをやるっていうのと、10月はこの丼、親子丼あるじゃないですか、はい、あ、出ました、親子丼。これともう一個人気の出る丼作って皆さんに食べていただけたらなって。うちの注文もほとんど親子丼だもんね。そう考えると、あとこの丼物お願いしていいですか。任せてくださいじゃあ10月の目標、絶対到達します、はい、でもしも到達できなかったら、まあ、僕と薫、連帯責任でちょっとペナルティーを食らいたいと思うんで、はい、じゃあまずは目標の金額いけるんじゃないかと思うので、53万円でどうでしょう。おお、ちょっと刻んで、刻んでいったね。達成するには、まあ、もっとオペレーションを良くして効率よく回すのと、はいはい、いち早くこのチラシの発注、そして、うん、新メニュー、これでどれだけお客さんを呼べれるかっていうのが肝心になると思うので、なんかすごい丼もね、っていうところにやっぱ力を入れていきたいと思います。で、これが達成できなかったら全身タイツで1ヶ月営業します。うわー、マジで。はい、嘘でしょ。しかも11月寒い。寒いよ。そんぐらいの覚悟あります。え、それ俺もってことでしょ。巻き込みます俺全身タイツで配達行くの当たり前やばくねめっちゃ面白いじゃんそれ。もうしょうがない、それは。まあでも目標達成しますから、もし目標達成できたら、この皆さんがね応援してくれたおかげで目標達成できたら、うん、なんかちょっと皆さんに差し上げたいね。達成できたら、動画を見てくださってお店に来てくれた方に、金の鶏胸弁当折り詰めのうちの一番人気看板メニュー、鶏が通常5枚なんですけど2切れ増量して7枚に、自慢の胸のお弁当食べていただきたいので2枚増量しちゃうんで、食べに来てください。お待ちしてます。お待ちしております。ということで、金のテリトリー10月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。概要欄に金のテリトリの SNS が載ってるんで、そちらもチェックお願いします。お願いします。そしてメンバーの SNS フォローしていただいたら、テリトリの試作品のね最新情報だったり、お店の
今の状況だったりお得情報あるかもしれないんで、皆さんそちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございます。じゃあ今後ともよろしくお願いします。お願いします。